皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今回もね、こちらのパークでやらせていただきましょう。いやー安定よね。さあそして今回ね、ビルじいちゃんがいる、救急キット持ちじいちゃんと、メグちゃん2人と1人ツールボックス持ちだね。うん、いやー赤い服のメグちゃんもね、相当これ自信ある感じよね。まあ多分専門でターゲット取るんじゃないかな。そしてビルじいちゃんに関しては救急キット持ちなので、まあ自己治療パークないんじゃないかな。からの霧が濃い、これはありがてえ、ありがとうございます。はい、まあね、私の方もね、ビルの方をちょろちょろっとね育ててるんだけど、やっぱねレベル20とかね25ぐらいだとなかなかその自己治療のねウルトラレアまで取ることができないと。うん、そうなんだよね。パークってさ、クローゼットだとね必ず自己治療パークは出るんだけど、まあそれ以外のキャラだった場合って共通パーク、そして、固有パークと、あとはティーチブルで取ったね他のキャラクターのパークからの中から確率としては1で出るっていう感じなので、だから本当セルフケアをねクルデト以外でウルトラレア出すのって結構大変なんだよね。まあ運もあるんだけどねという感じなのでね、まあ私のビルも本当出てなくてね、もうちょっと悲しい感じとなっております。ただビル G に関してはね、あのボロータイムっていうね、懐中時計をこう握りしめてるようなね手のマークのパークがあるんだけど、まあ、それが非常にね地下室の救出とかね、まあ、ブギーマン対策みたいなのでね非常に助かると。うん、さあやってまいりました、精神病院か。あー精神病院ね、精神病院ね、できればね中央のとこ1個は発電機つけた方がいいんだよね。これおっと、あれじいちゃん走ってたな。ちょっと待って、私も行くか。あそこの小屋ちょろらへんに1人か。じゃあじいちゃんとこれ協力して、おっと走っていく。どうするんや、2階か、宝箱か、宝箱かな、違う発電機や。おお、これじゃあ私が宝箱ちょろちょりっと取りたいんだ。こっちじゃない、もう1個だ。どう、今回の殺人鬼なんだろう。あっやだ、もう手かけた瞬間に来るんだから、もうやだ、もうこれガサガサしてるので気づかれちゃったんじゃない。大丈夫、気づいてない、まだ入ってきてない。遠く行ったよ、よっしゃー、救急キット、しょぼっちい救急キットをいただき、まあセルフケア持ちだとね、あのしょぼっちいのでも役に立つと。さあビルちゃんとここね協力しましょう、頼むよ、スキルチェックよ。あ嫌な感じ、まあでもここガンと頑張った方がいいんだけど、ちょっとどうしよう、ここら辺で、まあ、ちょ入ってきてんな、これ入ってきてる、ピョンと。これ何、今回何、嫌な感じ。まあ、多分その建物の中今入ってきたよね。おあっちついてるよ、ビルもあっち降りて警戒か。なんだろう、ドキドキがするからな。まあブギーマンではない、まあ、トラッパーな気がするぞこれ。まああそこ2階の発電機に関してはもうほとんどつけ、嫌な感じ嫌な感じ、どこ、こっち来たの、やめて、2階の発電機はビルにお願いしよう。うん、あ何、後ろから来そうで怖い。あ誰、どこ、怖い怖い怖い、 あっちの方行った、おトラッパーや、あれ紛れもねトラッパー、あぶねえな。おっとビルがつけたか、うわあそこいる、まあ入ってくるねこれね。そして発電機残り3つと、まあ中央ね1個つけるので、つけたのであればあとは周りこうちょろちょろとつけるだけでいいんだよね。おっとあんなとこに宝箱があるようだ、漁っている生存者がいる。うん、ちょっとあそこら辺に通ってもどうしようかな、中央まだいいのかな、ちょっとこうもぎりたいんだが、あそこロッカー隠れてるんや。いやビルいいね、中央2個もつけたら助かるよ。そう中央ね結構難しいんだよね、建物がねどうしてもやっぱマップの真ん中に来るのでね。まあ殺人鬼も結構こう寄りやすいと。おっと行ったかな、なんだろうな、まあ、中央警戒してんだよね。おっとこれはみんなで集合して、まあ、ちょんちょん挨拶とかしちゃってね。でもさトラッパーだからどっかかけてるよね、どこかけてる、あれ2階ついたよね、ついてないのかなまだ、おやおや、ひとまずここ3人です頑張って。おっとまた来ているぞ、ここは度胸が試される、大丈夫、うん、
なんだろうな、インシデンスとかじゃないよね、殺人鬼。なんかね、インシデンスっぽいな、やっぱ殺人鬼。え、トラッパーインシデンス待ち？あのインシディアスっていうね、殺人鬼のパークがありまして、まあ、知っている方もね多いかもしれないんだけど、その動かないでいると心音がね鳴ってたとしても、まあ、生存者に聞こえる範囲にいたとしても、一定時間動かないでいると心音がねなくなるというものになっております。なんかインシディアス持ちっぽ、おっ、切られている。ビルかな、こっち三人所だもん。切られるわけないんだよ、三人所だから。ちょっとこっちからクリクリって回っていこう。うん、残り発電機2つ。ちょっとね、トラッパーだから草むら要注意。おっと、来ている。微妙な距離。こっちからクリクリって回っていきたいけど、多分中央らへんな気がするな。あ、どこ、ビルだ。ビルがやられてしもうた。これちょっと待って、こっちらへんなんかないか。どうしようかな。これこっちからクリッと回って、おっと、トーテムちょろっともぎるか。向こうら辺に一応生存者がいたからね、多分方向としては一人ぐらいは行ってそうだよね。こっからはちょっとね、生存者の確認ができないんだけど、ちょっと私ももぎったらね、行きましょうか。さあ行くぞ、ビル。ちょっと待ってろ。ただトラッパー、あ、しまった。あ、やっぱいる、一人。ちょりちょり走って、お、行けるか。ダイソン並みにこれ吸い寄せられたりするから、よし、私もちょっとここら辺で、盾になりましょう。やめてあげて。もうこれやめてあげて。ちょっとビルを探そう。赤字端行ってしもうたか。でビルに関しては多分ね、自己治療持ってないから早いところ、おっと、持っている。嘘でしょ。え、いける、ビル直そうか。いい、大丈夫な、直そうか。本当によかった、ビル自分で直したい感じ。え、じゃああれ、セルフケアウルトラレア持ってるのかな。まあそのうちに助けに行けよっていう感じ。ちょっとこの岩を利用してね。ああ、ちょうどか。間に合う？ダメかな？どっち？メグちゃん、メグちゃん、こっち来ねえか。あ、こっち来てる、メグちゃん。よしよし、逃げた、ナイス。ただ戻ってったよね。ほっ、ちょっとあの上の方に直してもらおうかな。ここで直した方が早いか。あー、やべ、こっち来てる、こっち来てる。あぶあぶあぶね、おい、こっち来てる。ピョリーンと、これ危ねえ、気づかれてない私。怖い怖い。ちょっと待って、頑張れ。いた、まだ残ってるもんね。中央多分チェイスしてないと思うか。ナイス。ああ、ミスしちゃったかな。大丈夫かな、メグちゃん。はっ、あっと、これ華麗にミスったる。華麗にミスっている。動揺、もうこれね、ドキドキするからね、動揺半端ないんだよ。よし、あったでいい。オッケー。ん、何？なんかすぐに担ぎに行かないな。どうなってんの？上発電機は結構うなってるから警戒してる。行くしかねえか、これ。私が直させていただきましょう。救急キットで治療と。オッケー、走れ、めぐちゃん。めぐちゃん、行け、めぐちゃん。ダメだよ、殺人鬼来ちゃう。ちょっと離れた方がいい。下？追いかけてんの？行ける2段階。そういう感じだった。あっちターゲット映ったんや。でもここでめぐちゃんをひとまず直して、よし。マジか、これあっちで倒れてるやん。ここを直しちゃおう、私これパーンと。そっか、ここ直しきれなかったんだね。あ、戻ってくるかな、メグちゃん。いやでもあの方も救わないと、まあ、メグちゃんの身代わりになった。しかもこれキンドレット持ち生存者やん。やべえな、上でパーンやったから、これちょっとこっから、お、ナイス、いた。じゃあ私が行きましょうか。おっと、こんなところにトラバサミと。これやっぱトラッパーね、ここ結構強ポジでもうちょろちょろしたりするからさ、かけたりするんだけど、こう2階部分でね、2階じゃない、あの1階の部屋の部分って見えるんだよね。結構厄介なのがね、落ちたところの草むらのところに仕掛けられてるのが一番厄介。メグちゃん、メグちゃん、よし、あ、気づかれてないかな、私見られていない。行くしかない。トラップは足元ない。オッケー、行くてや、メグちゃん。さあ私どうだ、かばえるか。メグちゃん逃げろ。あ、ダメだ、やばい、ちょっとそれちゃった。どうしようかな、これ板がまだ残ってる。よしよし、よかった。じゃあ私2階でちょっとね音を出しましょうか。おっと、2階に来ている、2階にいる。あぶあぶあぶ、怖い怖い怖い、危ない。よしよし、いいぞ、頑張れ。おっと、ちょっと私ここでね、最悪私にターゲットが移るか来るか。ダウンしている。さあもうちょろ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 いじっているから。ああ、もうこれ、もうここぞって時にミスってしまう私の、これ本当にもうダメさ加減。
だがしかし、ここは私、上をね、ちょりんとこれ解除したから。お、どうするんや、どうするんや、これ。これ結構厄介なのよね、生徒。下にはかかってないか。上にもなさそうだしね、これね。担がれちゃったな。おっと、あそこ生存者。おっと、邪魔をしている。いた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 、いた。それ、マットか。いたやないんや、それ。おいおい、おいおい、これ。ちょっとこうなると、発電機だな、私に帰る。もうほんのちょろっとよ、これ。ほんのちょろっと来てるから、そこだけをちょっとつけたい。一人があそこで治療科で、ビルがあそこにちょっとちんまりしてると。で、私がこのね、2階で音を出してるから、2階来てくれると非常に助かるんだけど。来てるっぽいな、これ。来ているっぽいぞ。来た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 。だがしかし、ここは、ギリギリダメか。降りてっちゃうもん。降りてっちゃってから、こっち降りてっちゃう。あ、引っかかっちゃった？トラブサミ。やばい、死んじゃった。これ危険な状況や。もうあと発電機も1ミリぐらいだったんだけど。ビルがあそこでちんまりか。いや、そうなんだよね。トラッパーだった場合ってね、なんかその、一応、トラバサミ解除しますかみたいな表示が出てね、そう、ボタンを押すんだけど、その、生存者救う方とね、なんかこう、相まってなのかな、なんか反応しちゃって、そっちに移っちゃってね、トラバサミにも、パンと引っかかっちゃったりするんだよね。まあ、あとはその、回線次第で、ガクガクするね、お部屋に入った場合って、まあ、100% と言っていいほどね、こう止まった位置からちょんと移動したりしてね、ピュンと吸い寄せられたりするので要注意。さあ来るか。うわ、やっ、来た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 、マジ来たマジ来たマジ来たけども、板があると。おお、やべ、これやってしまった、やってしまった。これそうなんでね、あの板倒すときにさ、ちゃんと向きをさ正しくしてないとさ、これ逆側移動しちゃうの。もうこれやっちゃった、いけるかと思ったの、かっこいいことしようと思ったのに、これもうやってしまった。見てる、トラッパーあそこで。ナイスビル、よしよし、ビル頼む、いけるかな、これ多分ゲートだろうね。あー、ダメだった。私吊るされる、私を吊るさない。こうなってくるとノーワン持ちな気がするな。え、ビル来てくれる、ビルじいちゃん来てくれる。あのビルでもあれ、ブロータイムみたいなの持ってる、ブロータイムみたいなあれ。あ、来てる、嘘でしょ。でもなんかさ、私は餌にしてノーワンとかじゃなかったの、インシディアスじゃないかな、殺人鬼。パンとこれ直したらまたドキドキするとか。完全に吐けてった。あ、やべ、ありがとうねビル。ちょっと足跡を残さんように、ここら辺から私こうポリーンとこれね、ポリーンと降りて行くで、ゲートゲート、やばいかな、ビルがあそこまだ残ってるかもしれないから、ちょっと私だけまずはゲート開けられる。どこだったっけ、方向あんまちょっと見てなかったな、これどこだ。ひとまず自己治療入れた方がいいな、ノンワンっぽい気がするんだよ。だから下手にね、傷ついた状態で行くよりかは一回自己治療挟んで、ちょっと、あ、やばい、ビルが、気をつけろ。もう中央のところも板少なくなってたし、あれでも切られてるってことはノンワンじゃないのか。ちょっと待てろ、今ゲートを開けてやる、必ずビルと脱出した。あ、やられちゃったか。でもビルさ、一回吊るされて、これ2回目だけど、多分私もさっき吊るさなかったからさ、これダウンさせて放置タイプ、放置タイプ系殺人鬼、これウッチワッチ、これどっち。あ、そこ赤くなってた、怖い怖い怖い、そこの2階にいる、上のこれ丘のところ、怖い怖い怖い。まずは先ゲートだな、救ったとしてもゲートが開いてないとダメだから、まずは先ゲート優先してからビルを回復。まあ今多分ビルね、あれ入れてんだよね、あのメーター貯めてるそう、メーター貯めてるからね、ちょっとギリギリまでリカバリーを入れてもらって、下手したらビルじいちゃんさ、アンブレイカブルっていうこういうパーク持ちかもしれんぞ。まあ這いずり状態で一応ね、1回だけゲーム1回だけあの自力で復活することができるパークがねあるんだけど、どうだろう、あそこちんまりして今メーター貯めてるよね。でここでゲートを開けたから、まあビルをちょっとね直してあげて、2人で行けばなんとか、怖い怖い、慎重に行かねば、これ慎重に行かねば、私しかいないんやもん、これいける、これポイント、あ、よかった、そこトラバサミかかってなくて、あれかかってたらもう終わりだもんね。
あ、これメーター溜まってなかったんや。ちょっと待ってろ、移動してたんかなビルは。じゃあひとまずここ直しきっちゃって、走るぞビル、一段階直したら。行くぞ行くぞ、行け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 、ゴーゴーゴー、引っかかっている私が助かったぜひ。だがしかしこれないか、トラバサミはないか。あたたたた、この先なんす、この先なんすよゲート、そこなんだよね。行ける、私これもう本当に頼むよ頼むよ、いけるか、板とかないか、板とかないか。あ、行けそう、ビルの方行ったか、ビルの方行ったか。あ、よかった、あんまり後ろ見ずにね走ってたから。そう、本当はね殺人鬼の位置を確認して走るのが一番ベストだったけど、もう焦っちゃってね、というようなね結果で、ひとまず、私だけエスケープと。やぶね、マジで怖っ。そこまでゲートが遠くなかったからなんとかなったかなみたいなね、そんな感じでございました。ビルじいちゃんに関しても、まあ、セルフケア持ちだからきっと自己治療入れて、最悪1回蹴られながらのねエスケープかもしれない、うん、ということで、あれ今回2万ポイント言ってたんだね、相当言ってたようだね、ありがとうございます。さ、ビルじいちゃんはどうなってる、まだ1人ね残ってんだな。おっと出てきた、あらボロタイムとか持ってなかったんだ、あのビルじいちゃん。宝箱と、カラスを泣かせないからのバランスというね、ビルじいちゃん、あ、そっか、ツールボックス持ってたから自己治療できてたんだね。はい、というようなね結果でございました。まあビルに関してもね1万ポイント以上だね、うん、まあ死んでしまった一人の生存者だけはちょっとこれ悲しい感じでしたけど、まあ生存者殺人鬼ともにね、ポイントをまうまでございました、ありがとうございます。はい、さあ、ビルね、そう私のビルも一応ね固有パークの方3つ出ておりますけど、まあレア度1なのでね、レア度1だとちょっとあれなんだよね。そしてこれ宝箱のねレア度が上がって、近くにある宝箱をこうマーキング強調表示するっていうね、もののレア度2か、うん、でもあとに関しては3000ポイントあたりもちょろちょろっと見繕っていく方向でねちょっと進めていきましょう。ここら辺まあちょっと取ってね、ビルちゃんちょっと自己治療できないからね、救急キットもちょろっといただいて、あと3000ぐらいちょりちょりっとね見繕ったりした方がいいかなという感じでございます。はい、ということでね、まあ今回メグちゃんね、まあやっぱりいつも通りな感じではございましたけど、まあコツコツねデッドバイやっておりますのでね、まあこれからもね少しずつ進めていけたらと思っておりますのでね、何卒よろしくお願いします。うん、まあ、もうちょっとしたらね回線の方が良くなるかもしれないんだけど、もうしばらくはねもうあと何回分ぐらいとかかな、これからねまたちょっとため撮りとかもしますので、ほんのちょっとだけね、まだ回線がねちょっとまたしょぼっちい感じの回線で、やってる試合が続くかもしれませんけど、まあ、もう少しすればね回線の方がかなり良くなりますので、まあそれでねちょっとデッドバイがヌルヌルになったらいいなっていう感じ、回線が終わってどうだろうな、ヌルヌルにならなかったら次はねちょっとグラフィックボードのね購入もちょっと検討しておりますのでね、何卒よろしくお願いします。はい、ということでね今回はこの辺で終わりにしていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。